ここの脂肪吸引はね、特にある程度以上の高齢者の方は絶対やっちゃいけないって言うんですよ。絶対たるみが悪くなってるんです。へー、うん、みんなで生きよう100年チャンネル。どうも、梶原です。永見です。よろしくお願いします。先生、はい、この間ハイフをやらせていただいた時に、うん、3回目だったじゃないですか。あ、そうだね、はいはいはい、で肌質がすっごいごわついてたのが気になったんですよ、うん、毛穴が広がったりとか、ここら辺の小じわとかが、うわ、深くなってきたなって思ったんですよ。一発で解消して。あ、そう。1回目の時ももちろん感覚はあったんですけど、うん、3回目の方が肌質が全然変わって、ちょっとびっくりです。あ、3回目ですごく効いた。はい、うん、なんか2回目はなんか変わったなで、うん、2回目もなんか変わったなんですけど、うん、3回目はなんか、うん、こんなに変わるんだっけって思いました。繰り返すの大事なんだなって先生ずっとおっしゃってましたけど、うん、感じましたよ、うんうん、実はね、財布で思い出しましたけど、脂肪吸引って聞いたことあります、はい、あります、あります。でここのね、はい、脂肪吸引、要するにたるんできてね、ブルドッグ顔になったって、それをね治療するのに、まあ、形成外科でね、こんなことになっちゃいましたっていうねことを相談されたことがあったんですよ。これがちょっとまずいなと思ってね、ちょっと皆さんにもお伝えしておかなきゃいけないなと思ったんですよ、うん、っていうのはね、はい、たるんできた時にその脂肪がついてるのが一つの原因だと、うん、ね、だから脂肪を吸引しましょうって話ですね、はい、うん、皮膚がね、うん、あって、その下に脂肪があるわけでしょ、はい、でね、その脂肪がいけないんだろうっていうね、まあ、その方もそう思ってたと思うし、あ、そうなんですよって話にしちゃったのも良くないと思うんですけど、たるんでる原因は皮膚がたるんですよね、うんうん、皮膚が伸びちゃってるわけでしょ、はい、でその下に脂肪があって、脂肪が中に詰まってるから、まだそこで住んでるものを、まあ、とにかく脂肪吸引しましょうって話になって、うん、ただしなかなかそれだけじゃ難しいから、うん、糸リフトを併用しましょうって言われたんです。ね、まずね、ここの脂肪吸引はね、まあ、形成外科の先生にも聞いたんですけど、はい、特にある程度以上の高齢者の方は絶対やっちゃいけないって言うんですよ。そうなんですね。絶対たるみが悪くなってるんです。へー、うん、やる側は脂肪吸引したら悪くなるっていうのを知ってるんですよね、うん、だから中にはしてないところもあるって言うんです、はい、だ、脂肪吸引するよって言っても実際にはしてなくて、うん、内側をね撫でてるぐらいのことしかやってなくて、うんうん、吸引は実はしてないと、すると悪くなるからね、うん、はい、でやりたいのは糸リフトだってことなんですよ、うんうんうん、まあ、僕は見たことないか分かんないですよ、うん、慣れてるようにやると、かえってその脂肪がねムラができて凸凹になることもあるって言うんですよ、でその後で糸リフトやると。でね、糸リフトは良くなるんですよね、うん、あの何人かそのやった人には私会ってますけど、糸リフト確かに効くんですけどね、うん、問題はどれくらい長期効くかなんですよ、うん、でね、先生によるとね、やっぱり2ヶ月3ヶ月で元に戻っちゃうと、あるいは戻らなくてもかなり効果が弱くなっちゃうという人が結構多いんだそうですよ。でやっぱりそれもね、繰り返しじゃあやるとか、本数を増やしましょうと、糸の本数、うん、っていうことでやっぱり値段が上がっていくと、うんうん、ですから脂肪吸引はここは絶対やっちゃいけないということと、なんだかよくわかんないんですけどね、その脂肪吸引する代わりに別に脂肪を入れましょうって言われた人もいるらしいですよね。入れるんですか、うん、それもよくわかんないんですけどね、まあなんかうまく言うんですよね、その辺ね。でそういうものを入れたりとか、糸リフトを併用したりとか、値段がどんどん上がっていっちゃうわけですよね。で結局何ヶ月か経つと元通りになっちゃうとかね、あるいは本当に脂肪吸引したりするとたるみがひどくなっちゃったり、デコボコができるとかね、そういうことがあるらしいんですよ、やっぱり、うん、ということはね、専門の先生が言うように、ある程度高齢者の脂肪吸引は絶対やっちゃいけないと。なかなかね、こういうものってやる方とやられる側でね、情報量に差がありますからね、あんまりね言われると信じちゃうじゃないですか、やっぱりね。徹底的にやるんであれば、要するにフェイスリフトってね、本当にこの吊り上げてたるんだ分をね切除してまた縫い合わせるっていうような方法があるしね、あとミニリフトって言ってね、ちょっとこの辺だけからやるっていう方法もあるんですけどね、まあそれもね、あんまりやらない方がいいって言ってましたね、効果がそんなに続かないと。でやっぱりやりすぎる人ってそうはいないと思うんですけど、はい、時々外歩いててね、うん、明らかにそういうことやりすぎてるなっていう顔の人って時々見ますよね、うんうん、はい、うん、だからね、やっぱりある程度ねたるむのはしょうがないと思うんですけど、自然な範囲内でできるっていうことで言うと、やっぱハイフはいいんじゃないかと思いますよね、うん、今のを聞いてると怖
怖いなーってすごい思いますもん、うん、なんか結局ね今美容に関する関心が非常に世の中的に高まってるですよね、うん、だからちょっとねあんまり良くないものを勧めるっていう現象も起きてるみたいでやっぱちょっと注意しなきゃいけないんだろうなと思うんですよね、うんうん、でねハイフやっぱりいいのはね自然になるっていうことですよね、はい、つまりなんか痩せたみたいなね、うんうん、そんな感じですよねなんか雰囲気変わったとか、うんうん、そしてダウンタイムがないからすぐにお化粧して帰れるとかね、うんうん、痛みも大してないしねまあ多少ありますけど大したことないですよね切るに比べたら ね、うん、どうだったこの間あ全然多分脱毛とかで平気な人はもう全然大丈夫だと思います、うん、そうだね、うん、それからねまあ一つね残念なのはね、まあ、さっき3回目からすごく違いが分かったって言ったじゃないですか、うんうんはい、僕も本当に最初やった時はふんって感じだったんですよね、うん、で2回目やったらだいぶ違って1回目で首かしげてそのまま終わっちゃう人もやっぱりいるんですよね、うんうん、看護師さんの話聞いてるとね、こちらから見てある程度ちゃんと効果が出てるのに、ご自身納得しないでねその後続かないっていう人もいるんですけど入るっていうのは繰り返し治療だからね、うんうん、しょうがないですよね、まあ、そこがちょっとね残念な途中で諦めちゃう人もいるっていう話なんですけどね、まあ、そこはちょっとやっぱり何度か繰り返してみてね効果が分かるっていう、まあ、そういう種類の治療なのでね初めにちょっと理解をしておいた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。それであんまり初めにね過大な期待をしてがっかりしちゃったらね、うん、やっぱ次やりたくなっちゃうもんね。いやだからハイフシャワーとかも説明を受けたんですけど、うん、これやりたくなるぞって思いました。3回目でここまで変わって、うん、でこれをずっとキープしたいって考えたら、うん、ハイフシャワーだったら1ヶ月に1回だったらメンテナンスとかで使えるんだろうなって思いました、うんうんうん、そうだよね。限定動画ね、うん、撮った時に思ったんですけどその限定動画で一番最初に出てくる患者さんはねここのシワが本当に1回で消えちゃってるんですよね、うん、人によって皮膚の質も違うし構造も違いますからねそれがピタッと合う人の場合シワがピーって伸びちゃう人いるんですよね。ただ今ですね、はい、ハイフの方がね予約がいっぱいでですね、でもう少ししたらちょっと落ち着くと思うんですけどぜひねその時にねまた試してみたりカウンセリング受けられたらどうかと思うんですけど看護師さんたちともねいろいろ相談してるんですけど夏ってやっぱり露出が多いじゃないですか、うん、あるいはね例えばお盆でふるさとに帰ってクラス会やるとかねそういうこともあると思うんですよ。懐かしい人に会うとかね昔好きだった人に会うとかねあると思うんですけどね、まあ、そういう時にねなんか綺麗ねって言われたら嬉しいじゃないですか。だからね夏前に、やりたい人っていうのがやっぱりいると思うんでね、そういう人のためにねいくつかこうセットメニューも考えてるっていう言ってましたから、そういうのいいかもしれないですよね、うんうん、ハイフもそうですけど何か自分の顔に何かをするっていうのは勇気がいることなので背中を押してくれるものがあると、うん、やっぱりやってみようかなって思うので、うんうん、なんか楽しみです、うん、チラッとは聞いたんですけど。あ、そう、はい、うん、で3回目にやった時も施術の動画撮ったでしょ。はい、うん、撮りました、うん、だそれもねちょっと編集が終わったらね別の動画でお見せしようかなと思いますけどまたすっぴんを晒してますそう、ね、はい、タガミが身を張って、うん、体当たりレポートが見られるわけですね、はい、そうですありがとうございます、まあ、そういうことですのでね、それも楽しみにしていただければなと思いますけど私も早くやりたいんだよなその他血でね、はい、使ってもらってる化粧水とかもあるんですけど、うん、なんかそれもすごくいいのがあってね、患者さんに好評だって言ってましたけどなんかそれもちょっとプレゼントしようかなって言ってましたからねそういうちょっとお楽しみもあるかもしれないですね。私も最近ねいろいろ化粧水だの乳液だの使えって周りから言われるようになったんで、うん、まあ、それを試す予定ではいるんですけどね。お肌に関してはですねハイフでね筋膜を緊張させるとかコラーゲンを増生させるとか毛穴を引き締めるだとか深さによっていろいろ違いがあるわけなんですけどもねそのお肌自体はですねシワですとかとかね、たるみだとか、予防することですよね、まあ、予防が一番大切なのでね、まあ、他の動画でもいろいろ予防のことはお話ししてますけど今できることをまたやってみるっていうことが大切かなと思うんですけど、まあ、そういった意味ではですねやっぱり食べ物はとても大事だしね、うん、お肌の健康を保つためにタンパク質だとかビタミン C だとかねそういうものもたくさん摂ってほしいし抗酸化作用のある食べ物ですねビタミンもそうですしポリフェノールもそうなんですけど、まあ、私たちがおすすめしているねポリフェノールの入った
ウィンビジョンプレミアムっていうサプリメントも、まあ、これは肌にもね保湿作用もあるし、ね、美白作用もありますから、ポリフェノールにはね、まあ、そういった意味でもウィンビジョンプレミアムはおすすめできるかなと思うんですね。まあ、一応ですねこのサプリメントについては動画の概要欄のところとそれから画面の最後のところですねリンクを貼っておきますので、そこのリンクから詳しい説明を見ることができるし、それから購入もできるようになってますので一回見てみて、いただくといいかなと思いますね。それから LINE の方でもお友達になっていただけるといろんな情報がいく場合がありますから、そちらのリンクも概要欄に貼ってあります。カジュアルアイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や首脳訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか？私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。どうですかね、今日のねお話はね、脂肪吸引は絶対やんない方がいいよっていうお話でね、皆さんのお役に立ったでしょうか。役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。